マーガレット・オブライエンはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州サンディエゴ出身。アイルランド系とスペイン系の血筋を持つ。父親はサーカス芸人だったが、彼女が生まれる前に亡くなっている。母親はフラメンコダンサー。1941年にメトロゴールドウィン・ベイヤーの映画の早くにてデビュー。1942年のマーガレットの旅で初主演。 シャーリー・テンプルの次の世代の人気子役となる。1944年には若草の頃のトゥーティー役で第17回アカデミー賞のアカデミー・ジュベナイル・アワードを受賞している。1951年に映画界から引退。その後はテレビドラマや舞台に出演。2003年の第75回アカデミー賞受賞式に過去の受賞者としてステージに登場した。 2006年には、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに、名前が刻まれた。これまで2回結婚しており、1977年に、長女を出産している。tcm.com、バイオグラフィー4、マーガレット・オブライエン、マーチさん、2011、ザ・セブンティーンス・アカデミー・アワーズ彼女の受賞式の、時の映像と写真が紹介されている。 受賞式は1945年3月15日で終戦のちょうど5ヶ月前である若草物語の上映スケジュール映画情報映画の時間ありがとうございます